2連敗と5連敗、力のある両チームが今苦しんでいます。堀市も今日は5月の15日 J リーグの日、この日がターニングポイントになりますか。2021明治安田生命 J1 リーグの第14節、柏レイソル対 FC 東京のゲーム。今日の舞台は三強フロンティア柏スタジアムです。まずはホーム柏レイソルです。ゴールキーパーがキムスンギュ、ディフェンスが大南、エメルソンサントスが今日は J1 デビューになります。リーグ戦です。古賀、一平、篠塚、ドッジ、シーハシ、三つ丸、アタッカー陣には江坂、仲間、前に今日はアンジェロッティが入ります。初スタメンです。控えメンバーご覧のようになりました。監督はネルシーニョ。さて一方 FC 東京です。スターティングメンバー、ゴールキーパーが畑野、ディフェンスは内田、渡辺、森重、小川、ボランチに青木と阿部、田川、高萩、アダイウトン、そしてトップにはディエゴ・オリベイラです。こちらは長谷川健太監督です。まだ落ち着かない、フリックしたボール拾いそうです。さあチャンスになった、そのままアダイウトンだ、ボックスの中でアダイウトン、シュート、最後はディエゴ・オリベイラ先制。11分、旗は上がっておりません。先制ゴール0対1、 FC 東京待望の先制点が入りました。ここで大南との1対1をしっかりとスピードで振り切って、右足のアウトで、すごく柔らかいボールですけども、キム・スンギはある程度シュートも意識しながらゴールから、ね、体を投げ出していっているので、どうしても右サイドは開けてしまいましたかね。すぐに挟み込まれました。チャンス、ここは独走だ、そのままフィニッシュはいかない、パス、アダイウトン、0対2、17分で早くも2点目。いや、これも東京らしい守備からじゃないですかね。高萩も絡みました、アダイウトン仕留めました。まあ、でも高萩も落ち着いて、あとはアダイウトンもしっかりとここまでランニング来てましたね。先発起用に応えました高萩、そして今日は大ユタン1ゴール1アシスト。あっという間に FC 東京がまだ手元の時計で17分を過ぎたところで0対2というスコアにしました。まあ、思い切ってこう自分たちの、はい、まあ、ある意味こう割り切りながら振り切ってやれてるっていう部分はあるかもしれませんけど、この高萩のフリック効いた、アダイウトンが仕掛ける、そして中に2人が入ってきた、アダイウトン、ナイスゴール、今日この人2点目、都合 FC 東京3点目。一気の攻めが効きました、アダイウトンの今日2ゴール目。まあ、このまずは高萩、まあ、ワンタッチワンタッチワンタッチですからね、ここの局面を打開して、今日はちなみにチャンスか、このままアダイウトン決めることができない、キムスンギュ、今のも高萩ですよね、でしたよね、はい。まあ、素晴らしいボールでしたし、まあ、アダイウトンの動き出しをしっかりと見てピンポイントですね。キムスンギもギリギリ右足が残っていて、そこで防いだという形ですから、こういうプレーは大事にしたいですね。レイソルは高萩あたりも睨んでいましたが取れず、さあチャンスになりますが、アンジェロッティはもっと前に行きたいんですが、中を見て、ここはシュートチャンスだ、右江坂だ、江坂のシュートが切り返し浮かせた、ディープシュートはバーの上。チャンスはアンジェロッティか、いやー、入りさせません、前を向かせません、アンジェロッティ取って、これチャンスだ、そのままシュートへ、最後はキーパーナイスプレー、川口のシュート、畑野、仲間ドリブル、コースを変えた、いやー、よく足が出ましたね、大きいですね。今度 FC 東京、長い単独でスピードに乗って中に入れた、シュートへ、しかし悪くない攻め、内田が上がってきましたからね、はい、ここまでね、
さあレイソル仲間コスヤがそのまま自分で仕掛けてシュートへ、弾丸シュート、旗のキャッチ強烈でしたけどね、シュート自体は。おっと渡辺剛どうしましたかね。しかし強烈なシュートでしたね、はい、強烈でした。東チャンス、そのまま長井だ、長井、長井タイミング変えていいパスだ、シュート。最後はダメ押しの1点が三田の右足、これで4点目、大きくリードしました FC 東京、アディショナルタイム追加点、まあ、欲しかった追加点ですね。まあ、東が拾って三田、まあ、三田のワンタッチのパスからうまくスペースに飛び出した永井、やっぱりこれも永井すごくよく見えてるんですよね。コーナーキック、ナイスボール、もっと浮いたボール、これはキーパーの畑野だ、大谷が気迫のヘディング、そして畑野が抑え込み、試合が終わって0対4、 FC 東京勝ちました。畑野の何か喜びが全てを物語っています。はい、あとこう試合終了のね、笛が鳴った瞬間に選手たちがシャーっていう声が今聞こえましたけども、まあやっぱりそれだけ苦しかった部分があった、まあそれを必死に全員でこう戦ったっていう部分の勝利、達成感はあるとは思いますね。